林地居とは、江戸時代中期から明治時代まで存在した、越中国の代表的な寺子屋、四塾。小西塾、小西屋とも呼ばれた。1766年、越中国の西三番町で開かれた。塾名の由来は、中国五漢時代の諸課長氏が、硯の水を自由に得られるようにと池に臨んで家を、構え所に専念したという古事にちなむものである。 創始者の小西明覚は、漢学や書道を中心に、礼儀も教えた。以後、林地許は、明覚の子の夕日、孫の夕日、その弟の夕日、夕日の子である、遊栄の五代にわたって継続された。二代目の夕日は、飛騨の文化人、大森明帝を招いて、他藩の学芸も取り入れた。夕日の第二子、岡田五用は、 幕末から明治にかけての学者として知られる。夕日、夕日、夕日は、広の理官の訓導等にも認ぜられている。特に夕日は、江戸に留学し、昌平座科学文書に学び、佐藤一斉、塩谷当院の下で漢学、天国、書道を、修行、1840年に藩に戻った。四代目の小西有リは、江戸で儒学を学ぶ傍ら千葉修作の下で、 国心一刀流を修行している。兄の友実が亡くなったため、後を継いだ。陽氏は、陣羽織に袴姿の拳,の拳の風格であったとされる。江戸中期からの商業の発達により、林地居は、当初の漢学塾の色彩が次第に薄れ、天保年間になると、授業内容が、寺小屋の性格の強いものになっていき、小西屋と呼ばれるようになった。林地居の所有は当初は、 五花流であったが、後に、小西屋流と呼ばれる、熟独特の書風を生み出した。また、授業内容は、他の寺小屋と同じくひらがな、銘頭、千字文、将来、そろばん等を教えたほか、当時の売役業の発展に伴い役名帳や、調合役府などの売役に必要な授業を加えるなど、独自性もあり、多種多様であった。 コニシアの寺子や教育は子どもたちが死亡する職業や生活に必要な知識や技能を具体的に習得させる実学教育として高い評価を受けていた。1872年の学生販布で旧来の教育機関が廃止される中にあっても人々の要請により教育が続けられ県の冷達により教育内容を改めることで1899年の富山大化によって 建物が消失するまで継続された。1870年の記録によると、熟成は男子600人、女子200人ほどであり、寄宿者も備えられ、常時300人が、金剛から寄宿していたという。現在は、臨時跡の近くにある、町の駅豊田支店に、関連資料が展示されている。また、富山市柳町の尾保田新社に、唯実、遊戯、クレビの記念碑がある。 リンジーアト、ありがとうございます。